森本達也は兵庫県甘崎市出身の元プロ野球選手、宇藤右打ち。血液型は O 型。小学1年時から軟式野球を始めると、中学生時代は大阪府内の公式野球チームに所属した。中学校を卒業後に富山県の高岡第一高校へ進学。在学中は甲子園球場の全国大会と無縁であったが、 対外試合で通算33本塁打を記録した。2012年の NPB ドラフト会議で北海道日本ハムファイターズから2巡目で指名。契約金5000万円、年俸500万円という条件で入団した。背番号は24。2013年にはイースタンリーグ公式戦94試合の出場で1本塁打、14打点をマーク。 規定打席に到達したが、打率は、130で規定打席に到達した23選手で最も低かった。2014年には7月17日にフレッシュオールスターゲームにイースタンリーグ選抜の一員として途中から出場した。イースタンリーグ公式戦には103試合へ出場し、前年に続いて規定打席へ到達。チームトップの8本塁打、打率。 217、43打点を記録した。2015年には、イースタンリーグ公式戦83試合に出場。しかし、3年連続の規定打席到達には至らず、成績も打率。206、5本塁打、32打点と前年を軒並み下回った。さらに、シーズン終了後に参加した、フェニックスリーグで、右手関節の三角繊維軟骨複合体損傷に、 見舞われたため、リーグ閉幕後の12月2日に損傷箇所を包合する手術を受けた。2016年には、イースタンリーグ公式戦36試合に出場。試合中の打席で自打球を顔面に当てて骨折するアクシデントに見舞われながらも打率238、5本類打、11打点という成績を残した。2017年には、中田翔の故障による、 戦線離脱を受けて、4月13日の対福岡ソフトバンクホークス戦に、8番、一塁手として1、軍公式戦にデビュー。2回裏に迎えた初打席で、リック・バンデンハークから初アンダを記録した。以降も1軍公式戦4試合に出場したが、アンダは、この1本だけで、打率は、111にとどまった。イースタンリーグ公式戦では95試合の出場で、 本塁打王の森山啓介に次いでチーム2位の12本塁打を記録。3シーズンぶりに規定打席へ到達したが打率は179で規定打席に到達した24選手で最も低かった。2018年には公式戦開幕直前の3月20日に左手有効骨の摘出手術を受けた。手術後のレギュラーシーズンでは イースタンリーグ公式戦43試合の出場で打率2284本類打、11打点をマーク。一軍公式戦への出場機会がないまま10月30日に球団から支配下登録契約の解除を通告されたが11月20日に育成選手として再契約。前述した手術の影響を考慮した装置で背番号も124に変更した。 NPB の十二球団で唯一、この年まで育成選手を所属させていなかった日本ハムにおいて支配下登録契約から育成契約へ移行した現役選手は森本が初めてである。二0 1九年には前年の育成ドラフト会議での一巡目指名を経て入団したエビ原一家とともに一月三十日付で日本ハムの育成選手として NPB から講示。 イースタンリーグ公式戦では67試合の出場で打率2173本塁打18打点を記録したものの支配下登録選手への復帰には至らなかった。レギュラーシーズン終了後の10月には周期練習へ参加していたが10月31日には対談が発表され自由契約選手として NPB から公示された。なお、 11月12日には12球団合同トライアウトへ参加。4人の投手を相手に4打数1安打1三振という結果を残したが後に現役を引退した。12月2日付で NPB から自由契約選手として公示。日本ハム時代のチームメイトで自身と同時に戦力外通告を受けた。 森山圭介と共に2020年4月から日本営業大学でビジネススキルを学ぶ予定。高校時代に対外試合で通算33本類打を記録したほどのパンチ力、手動計測ながら50メートル走で最速6秒0を記録したほどの瞬速遠投で100メートルの強剣を兼ね揃えた大型内野手。高校入学時の体重は72キログラムであったが、 打球を遠くに飛ばすために体重を増やすことを決意。当初は苦痛であったが体重を増やすうちに食事が好きになったことから在学中の3年間で 20kg もの増量に至った。ありがとうございます。